はい、えー、こんにちは。えー、生態安全委員長のヨ井義明です。はい、えっ、ー、とですね、先日、えっ、ー、と、日曜日、えー、8月の25日の日曜日に、えー、私が海に行きまして、で、海に行ったときに、えっ、ー、と、私の iPhone XS、iPhone、携帯がですね、あの、海に入ってしまいまして、そのため、あの、電源が使わなくなってしまいました。えー、それにより、えっ、ー、と、 まあ今、この iPhone7 で SIM カードを入れて、iPhone は使えるようになったんですが、ただ、ちょっと LINE ですね、LINE のアカウントだけは、まだちょっと今、ログインしてない状態になってます。ちょっとしちゃうと、過去の皆さんと,えと連絡を取った過去の履歴が全部消えてしまうということで、ちょっとそれは大変だということで、ちょっと今、どうしたらいいのかっていうのはちょっと今、悩んでて、悩んでる状態です。 またさらにですねあの iPhone の iCloud に 5GB の無料版しか入れてなかったため 5GB しか入ってなかったんですね。でそのためあの過去の電話をいただいたあの電話ですよねあの2022年2022年23 2023年2024年にですね あの電話いただいてあのあの予約を取っていただいた方たちの電話番号だとかですねそういった履歴が今ちょっと見れない状態になってしまいましたでまた LINE でのやり取りも今できない状態になっておりますので、えー、それ以外の、えー、アプリですね Facebook、うん、まあメッセージはちょっと変えられてるってちょっと分かんないですけどはいあとは、えー、TikTokInstagramFacebook、えー X はちょっと、まあ、X ですね。まあ、もしくはでこちらの電話いただくのが一番予約の場合は一番、えー、予約いただきます。LINE 電話がちょっと今できませんので、あの、えーとですね、通話ご希望の方は、えー、LINE 以外の,あの、まあ、インスタインスタトークとかですね、まあ、そういう形になっちゃいますが、ということで今ちょっと緊急事態で LINE が今ちょっと使えない状態になっております。でこれはちょっと,、えーと どれぐらいで復旧するかちょっとまだ未定なんですがうん、まあ、なるべく早く解決したいとは思っているんですけどもちょっと時間かかりそうなので、はい、ちょっと申し訳ないんですがあのご予約ご希望の方はあの直接お電話、ね、08051128999までえ直接お電話いただくえ予約方法が今一番確実ですので、はい、こちらの方を優先的にご連絡もしくは はい,っていう感じですあと、ピンポンってあの、えー、とお店来ていただいたときにピンポンって押すインターホンがあるんですがえそちらもアプリで管理しておりましてそれアプリも今入っていない状態なので、まあ、これも今からやりますが設定すれば使えるようになりますけどちょっと時間がかかりますのではいそんな状況でなるべくあの元の状態に早く復旧したいと思っておりますので何卒皆さんもあのよろしくお願いいたしますということで。 はい、そのえっ、ー、とご連絡のあの line が使えなくなりました。というそういった動画になります。はい、えー、ですが、あの施術の方は行っておりますので、えー、ご来覧の方もあのお待ちしております。はいえー、本日もどうぞ。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼いたします。